イナイスキャッチ。そしてじゃあ改めてお迎えしましょう。石渡のボール、内田優太選手です。おめでとうございます。苦しい時間がかなり長かったと思います。最後の最後、コーナーキックを迎える時どんな心境だったでしょうか。大きな競争、足引っ張りましたので、まあ、最後、まあ、決めてやろうという気持ちは、多分、内容も強く、準備したんで、決めてよかったです。ありがとうございます。かなり、サジさんの本命の勝利、そして、こうやってライブで撮ることもなかなかないと思いますけれども、今まで、本当に大きな声援を送っていただいた、サポーターの皆さんに一言お願いします。なかなか今日で勝ってなくて、これでも別にたくさんの人たちが応援してくれるのは本当の力になります。で、もっともっと勝利して恩返ししていきたいと思っているので、これからも応援をお願いします。見事な決勝ゴールでした。内田優太選手に今一度お願いします。